歴史的なザブルーマーブルの写真。環境主義はこの惑星に全体としての関心がある。環境主義とは広がりを持った考え方であり、環境保護に対する関心と現状の環境に対する改善に関する政治思想、社会思想及び社会運動である。環境主義及び環境への懸念は緑色によって表されることが多い。環境主義は天然資源や生態系を保護するため、 ロビー活動、積極行動主義、教育によって政治プロセスへの影響を求める社会運動として定義することもできる。生態系の参加者としての人類の認識において環境保護運動はエコロジー、健康、人権に中心が置かれている。環境主義者は我々の自然環境と持続可能な資源管理について浪費にならないような習慣を支持することによって公共政策や 個人の振る舞いの変化を通じて、小わに主張したりする人のことである。草の根運動の行動主義やプロテストなどを例として、様々な方法で、環境主義者と環境保護団体は、人間の関心事においてより強い発言を自然界に与えようとする。詳細は、EN、タイムラインオブヒストリー・オブ・インバイレンマンティリザムを参照環境保護に対する関心は、歴史を通して、 世界各地で多様な形式で繰り返されている。例えば、中東において、環境汚染に関して、最も初期に知られている文章は、アラブの農業革命の間に、キンディー、クスタイブンルカ、アルラージー、イブンアルジャザー、バヌターミム、エールマシヒ、イブンシーナー、アリーブンリドアン、アイザックイスライリーベンソロモン、アブットエル、ラティフ。 イブンアルナフィスなどの作家によって書かれたアラビアの医学論文であった。それらは特定の地方における大気汚染、水質汚染、土壌汚染、固形廃棄物の誤った取り扱い、環境アセスメントに関係した。ヨーロッパではイギリスのエドワード一世が石炭による煙が問題になった後に1272年にロンドンでの交付により石炭の燃焼を禁止した。 その燃料はイギリスではあまりにも一般的で海岸から一輪に車によって運ばれたためにこの最古の名前を得ている。大気汚染はイギリスでは問題になり続けることになり、特に産業革命の機会の後や1952年のロンドンスモックと近年まで及んでいる。ありがとうございます。